どうも、粗品です。まあなんか、おもんない芸人が多いな。まあ、やっぱ僕、結構笑わないんですよね。お笑いに厳しいんで。なんかこう、笑ったことないな。特に、大阪で劇場で切磋琢磨してた時とか、ほんま袖でも葬式みたいな顔してたんで、なんかこう、最近おもろいネタとかトークとか見てないな。だからなんか大阪の息のいい若手を、集めてですね、ちょっとなんか笑かしてもらおうかなみたいな。うん。多分笑わないと思うんですけど。はい。というわけで、粗品を笑わせろでございます。本日のゲストはこの方です。まずはネタから、どうぞ。どうもー、からしれんこんです。お願いしまーす。ちょっとね、あの、はいはい、ちょうどこのくらい前にね、どのくらい前や、期間に通用せんだこのジェスチャー何日前ねみたいな言わんな、一昨日かい、一昨日ね、あの道歩いてたら、はいはいはい、奥様同士で、はいはいはい、井戸端会議やってて、あ、うん、まあなんかたまにやってるな、路上で世間話してな、そうそうそう、奥様同士であれ何喋ってるんやろうなと思って、あ、まあ確かに内容気になるな、あれね、一回やってみたいから、あ、体験してみたい、奥さんや、奥様ね、俺ね、はぁ、あ、今日もいい天気だわ、どうも、どうも、奥さん。おっそ、あれ奥さん聞いた、聞いたわパンチが相場は話やけん、なんかボディーブロー打ってくって、いきなりいいですね、これもしよかったら、あの、お口に合うか分かんないんだけど、あ、何これ、マウスピース、合うわけないやろボクサーやん、もういや、そう、食べ物やけん、こういうの普通、奥さん、これよかったらどうぞ、何これ、これの漬物、立派な大根もらったから漬けてみたの、いただきます、よかったらどうぞいや、どうやろか初めて自分の口元を隠せよ成立はしとるけど、見えてないけん、すごい深いやけん、視界奪われてくちゃ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 聞こえんのやめてよ、ちょっと、いや、奥さん、今日もおしゃれね、いや、そんなことないわよ、うん、いや、奥さんこそすごいおしゃれやんか、いや、奥さんこれいつもお洋服どこで買ってるの、これ東急ハンズ、東急ハンズ、うん、ね、あの、うん、そう、いや、あんなおしゃれな、なんか手芸とか雑貨のお店やろ、うん、東急ハンズで服買ってるの、誰にも言わないでね、うん、ボディペイント、ボディペイント塗ってるだけ服の絵を裸に、うん、え、私、あの、厚刈りで絵がうまいんよ、うん、そうなの、そうそうそう変態のレシピ厚刈りで絵がうまいって、あ、そうなの、そうなる、何があんだ、うん、これやるからどっか行きなさいよ、もう、どうした、うちの息子よ、会うたびに小遣いせびってきて困ってんのよ、もう恥ずかしい、もうちょ、やめてよ、何、ひったくり、大丈夫やめてよってすまんやろすごいこと起きてるけん、スクーターで、スクーターでフィジカルオランダ代表やん全然ブレてなかった軸が、毎日毎日、うん、それもバックが目的じゃないけん、倒したいんよ、奥さんをチャレンジャーやけん、スクーターになんかそう、もう挑んできてるだけやけん、それ山本さんの奥さん、どうも、あ、どうも、山本さんの奥さん、あ、言っちゃった、何よ、ちょっとあの感じ、耳貸して、え、何、山本さんの奥さんってさ、不愛想じゃない、わかる、私もずっと思ってた、なんか話しかけてもなんか反応も薄いし、なんか私たちは関わりませんみたいな、腹立つ、あの人も嫌いも、私、私いいこと思いついた、え、何、みんなで話しかけて、やめなさいよ、心開かせよう、素晴らしいわよ、何それ、ね、姑息なことを考えてた自分が恥ずかしい、心配、すごいな、あと、うん、山本さんの旦那さん、うん、不倫してるらしいわよ、え、やらしい、私と、お前かい、お前、なんで言ったやん、なんでそれ私に言うの、よう言ったね、ほんで山本さんの旦那さんもこのタイプ、うん、とんでもないリスクを犯してこれいかんやろ、だって私すごいセクシーだから、何だや、いや、どこがセクシーなの、奥さんの、見て、え、谷間がたくさん、数で稼ぐの入れるな、こんなところのカウントに、はい、ぶって一本で戦ったよ、みんなこんなとこまで入れて、明日引っ越すんよ、めっちゃ変な人やん、明日引っ越すんどこ引っ越すの、あなたの住んでる部屋、そんなわけないやろ、いかにしろ、どうもありがとうございましたというわけで、改めましてからしれんこんです、お願いします、お願いします、お願いします、いやー、笑わせれんのか、いや、知らん、何してんすか一人で、なんか怖いですって、笑わせれんのか、俺、はい、いや、はい、はい、はい、いや、そう、頑張りますけど、うん、うん、まあ、ネタは、まあまあ、ネタはまあまあ、うん、まあ、普通やな
いや、笑ってたよ。ちょっと笑ってましたよ。いや、嬉しいんですけど、はい、それ邪魔なぐらい笑ってましたよ。はい、やめてください。邪魔なぐらい。すごい笑ってた。いや、いや、めちゃくちゃ笑ってた。いやいや、嬉しいですけど、いや、まあ、付き合いが長いな。まあ、そうですね。そうやな。確かに。ユニットライブも一緒にやって、そうです、そうです、それでもうね、リスナーさんと喧嘩もさせてもらってるし、ねえねえ、はい、させてもらってるって言い方、いや、したけど喧嘩祇園ヶ月、祇園ヶ月、祇園ヶ月あったけど、泣きながら出て、コーナー、はい、そちらさんに泣かされました。違う、なんやっけ、その話あんま覚えてないんだけど、僕もあんまり覚えてないんですけど、うん、いや、まあ、多分僕が一応つけたんですよ、多分。あーそう、はい、リハで、リハで、はい、あー多分そうです、なんか、ね、はい、もうちょっと嫌、はい、そうです、なんかあんま思んないな、はい、みたいな、あー、思んないことずっとしてたな、うん、みたいなのにいよりもそのなんか言い返して、でそれで本当に喧嘩になってごめんな、いや、こちらです、涙ぐんで、コーナー出たっていうだけ、あー、こんな涙ぐんで、コーナー出た、涙ぐんで、コーナー出てました。じゃ、そんなんやねん、はい、な、はい、な、な、いやいや、怖くしょ、いやいや、急にも怖い、そんなの、いや、ええねん、これ、はい、なんか、慣れ初めとかさ、はい、2人がどうやってとか、いらんねん、そんな、いいっすか、どうでもいい、どうでもいいっすか、ガラシング、どんな子みたいなの、いらんやろ、爆笑トークしてくれよ、いや、爆笑トークじゃない、いや、その、何その爆笑トークって、いや、なんか、もともと NSC で、みたいな、いらんねん、あ、はい、な、わら、はい、ちゃんで実は、そんなんいらんから、はいはいはい、もう2人にその爆笑トーク1本ずつしてもらって、何そのわら、笑わせれんのかって言うと、爆笑トークで。わかりました。どっちから行く？どっちが行く？どうしましょうか。僕じゃあ空から行く。空から行きましょうか。はい、なら、ちょっと丸虫商店の東村さんのちょっとなんか僕ひょんなことからというか、はい、めっちゃ話しかけられるんですよ、東村さんに。なんか一回その、なんか出番の前に、うん、なんか NGK の僕らが丸虫さんの後やとかやって、うん、なんか。たい焼きやでって言われたんですよ、耳元で。たい焼きや、たい焼きやでって、うん、なんかまあダジャレめっちゃ言う人なんで。そうやな、はい、なんかまあダジャレのことかなと思って、なんやたい焼きてとか、うん、めっちゃ言ったら普通にたい焼くやでって言ってめっちゃ励ましてくれてるだけなんですけどあまあそれでなんかめっちゃこう、はいはい、なんか突っ込んでくれるみたいなあったのか、うんはいはい、めっちゃこう話しかけてくれて、はいはいはい、ほんで、あの一回東村さんが、うん、ちょっと言うこと教えてやろうかみたいな、おめっちゃこう倹約家で、うん、なんかそのお得情報みたいな感じで、はい、まあ、この難波界隈にもう1杯200円ぐらいのうどん屋さんあるじゃないですか、まあ、ある若手とかもよく行く、うん、あるある。でそこに行った時に注文しようと思ったら、まあ、その隣のおっさんがなんかきつねうどんとおにぎりのセットを食べてたらしくて、うん、できつねうどんが確かまあ270円ぐらい、おで、おにぎりが120円とかやって、うんうん、で、なんかそうピンと来たらしくて、なんかあの酢うどん200円ぐらいと、はい、いなり寿司でも100円なんですけど、うん、でそれ頼んで、うん、いなり寿司の揚げを外して、うん、酢うどんにのっけてはいはい、はいきつねうどんとおにぎりのせて自分で完成させて食べて、こっちの方が90円ぐらい安いんやって言ってました。いいですね、とんでもない情報。いや分厚さとか分厚さ全然違うらしいです、はい、折り目もついてるやろ、はい、そうですね、確かにの方、はい、そうですね、もうもっと安い価格で完成させたって言って、はい、ミニマムでミニマムそれがいけんねやね。ちょっと、はい、笑ってしまいました。おめでとう。おめでとう。俺を笑わせる。いや、そんな、おめでとう。怖っ。そんなめっちゃ笑う。怖っ。いより、爆笑トークいいですか。はい、はい、爆笑トーク、お願いします。僕、離婚したんですけど、はい、僕、離婚したんですけど、はい、向こう用紙入ってたんですよ。ああ、そうなんや。はい、なんで、あっちら側の名字になってて、僕、もともと松本伊織やったんですけど、藤林伊織になってたんですよ。なってたんですよ。はい、はい、お別れするってなった時に、養子縁組も組んでたんで、はぁ、離縁届と離婚届を出さないといけなくて、うわぁ、おぉ。で、離婚届、じゃ離縁届出して離婚届出したら自分の松本の戸籍に戻れたんですよ、はいはい、親の実家の、はい、ただ
離婚届出して離縁届出したんで順番が順番を逆にしちゃったんで、うん、あの戻る場所がなくなっちゃってなるほどな戸籍を新しく作ってくださいって言われて、はいはいはい、僕家系図の一番上になったんですよ。で、ほんで区役所の人にあと名字どうされますって言われておおあの別に松本じゃなくてもいいですよって言われてそうなんや、はい、だから仮で一応松本にしますかって言われてあ分かりましたじゃあ一応仮で松本にしてくださいと言ってであと本籍どこに置きますはいはいはい言われたんで、あの今僕本籍あの大阪城に置いてます。どこでもいいからね、はい、本籍、はい、大阪城の住所にしたい。そうです。家系図トップになってもう天涯孤独です。すごいな、はい。すごいことになりました、ね。今、はい、すげえことになります。はい、まだ仮で松本。一応仮で松本で、はい、だからなんか好きなの名字つけてもいいですよみたいなニュアンスとこと言われました。いやそうやなんか、はい、ルールでそうです。一生に一回の、はいまあ、チャンスというか、はい、そうですね。でも区役所で言われたらパニックになるじゃないですかそんなこと急にまあな今戻れませんっていうのとね、はい、大阪城に置いて、はい、だから名字も一応今カッコ仮なんで今いおりですあのこの前戸籍取ったらはあ、はい、そうそれだから豊臣とかにもできるってできます全然できますはえやばいですってでも豊臣によりでした豊臣より本名がやばいですすげえなやばいですよ、はい、じゃあちょっと笑ってもらっていいことですよコメントあコメントってない嬉しいじゃあ、はい、爆笑特技そんな爆笑アピール怖いってなんかありますかあのコンビで行くこともいやまあまあそうなんか、はいアピールするときとかにやるやつは全部ネタトーク以外の何かことはあるんですけど、はい、ちょっとやってもらっていいですかいいですか、まあ、じゃあちょっとショートコント的な、はいはい、じゃあ僕らちょっと高校の同級生のコンビなんで、うん、その時のちょっと実話のショートコントですね高校生の実話ショートコントです、はい授業中に携帯を触っていたいおりが先生に注意されて言ったとんでもない言い訳でね、なんかここがこうなるけんね、これとテストに出るけんね、これ、ようね、これ、ね、復習しとけね、これ、あ、いいよ、お前も携帯いじりよったろ、いじないです。いや、携帯いじりよったろ、お前、こんなの触ってから、お前、出せ、出せ、ほら、お前、おこ携帯やねんか、これ、お前、これ、何これ、消しゴムです。無理あるやろ、お前。いいですね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 。いや、しっかりしてるな。これを思い出したんやん思い出したいや、まあ、当時のことをな、まあまあね、思い出したねショートコントでねなんかないかって言ってたら、はい、あんなあったよな言うて、はい、そうですね思い出したんだ思い出したんだって何やねんじゃあ最後に、はい、俺に痛快な一言痛快な一言僕やっぱ、なんやろ、まあ、偉そうというかこのまあにしてるから後輩に失礼なこと言われるの好きやねん俺めっちゃ好きやねん、はい、あそうなんですね失礼ボケとか結構好きやねんもうシンプルに後輩にタメ口使われるとかめっちゃええなと思うだからなんか一言まあフリップに書いてまあ何でもいい俺に対してのなんか痛快な一言ツッコミ口調でなんとかないかみたいな感じでお前なんとかやないかみたいなちょっと出してくださいそのわ笑わしてね、でもそれでいやいや、まあまあ、そうですよね、はい、笑わんかったらちょっとやばいから、やばいなちょっとただ悪口言っただけになりますねそうそうそう失礼でも大体俺やっぱ失礼の好きやから失礼好きでね、うん、じゃあ痛快な一言じゃあ伊織からいこうかはい、はい、俺の思ってること言ってくださいお前何思ってるか分からんけど結婚すんなよいやいやいや、ええやんけ、おい。すんなよ。何やねん、結婚すんなって。結婚すんなよ。いやいや、したよ。なんですんすかするやろ。一番したらダメでしょ。なんでやねん。なんや、何を持ってるか分からんけど、どういうことや。もう何を持ってるか分からん。幸せになりたいから、結婚したんや。何を持ってるか分からん。何を持ってるか分からん。じゃあ、それ。はい、いきます、はい。新しいことしよるけども、時代が追いついてこんまま。あっでも気持ちええなぁそうですかあれちょっとそら気持ちええななんでなこれ気持ちいい褒めてるやんそう褒めてないそれは褒めてる褒めてるよ
いや、ちょっと褒めてるよ。新しいことしよるけども、時代が追いつくと思われてる。あ、なんか嬉しいわ、ありがとう。なんで嬉しい。ちなみになんか、ちょっとな、はい、その…え、ちょっと逃げた。逃げてた。いや、どこがな。あんま失礼じゃないや。マジですか。あ、そらね。もう一個言う。もう一個口でええから。うん、え、もう思ってること。思ってること。ラップバトルした時に、言うとしたら、うん、そう。そう。いや、それやったらもう、うん、服の丈がちょうどいいの見たことないぞ。あっ、おい、誰がやねん、おい。おい、誰がやねん、お前。全部短いぞ。上も下も。上も下も。お前、俺とラップバトルじゃそれで取れてるんや。ああ、そう。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のゲスト、からしれんこんやったんですけど、はい、まあ、あんま笑わんかな。いや、もうおかしいって。はい、ありがとうございました。見直してみろ。